突然ですが、貯金をする最大のコツ、それはお金を使わないことです。そんなの分かってるわって怒られそうですね。でも分かっていてもお金ってついつい使ってしまいますよね。なので今回はお金を使わない生活を送るコツを紹介していきます。まずお金を使ってしまう理由って何だと思いますか？私は人はストレスから逃れるためにお金を使うのだと思います。どういうことかというと、仕事で疲れている時に家に帰ってお酒をたくさん飲む、疲れた時こそネットサーフィンをして買い物をしてしまうなど思い当たる節はありませんか？買い物をし物質的に満たされるという快楽を得ることで心を癒している、いわゆるストレス発散ですよね。人は生きていく上でどうしてもお金は必要になります。家賃や光熱費、食費、スマホ代などはどうやっても避けられない出費ですが、ストレス発散の出費って思っている以上に多いんです。なので手っ取り早くお金を使わない生活を手に入れるためには、まずストレスをためないことが大切です。おすすめの方法はクローゼットを見てみることです。シンプルな考えですが、自分の家にあるものはお金と交換して得たものなんです。私はこれに気づいた時にハッとしました。言われてみればそうなんですが、意識していなかったことでした。試しにクローゼットを見てみると、セールだからと思って買ったはいいけどほとんど着ていない服、可愛いからとまとめ買いしたけど使っていない文房具などなどたくさん出てきました。その時は欲しいと思って買ったものでも、物を手に入れた時の快楽って一瞬ですぐに忘れてしまうんですよね。クローゼットを見ただけでいいお金の使い方をしていないということは明らかでした。そこからは意識も変わって、自分にとって必要なもの、値段で買うのではなく長く使いたいもの、買うことで自分の時間が増やせるものという価値観で買い物をしています。